新石器時代のヨーロッパ、新石器時代のヨーロッパ、新石器時代のヒクはヨーロッパにおける中石器時代と青銅器時代の間のおよそ紀元前7000年初めて農耕社会がギリシアに現れたおよその時期から紀元前700年北西ヨーロッパで青銅器時代が始まったまでの時代である。新石器時代の期間は地域によって変化しその終わりは 動機の導入によって示される。具体的な年代にかかわらず、多くのヨーロッパの新石器時代のグループは、基本的な特性を共有している。例えば、小規模の生活、平等主義と推定されること、家族を基本とする共同体、家畜動植物に狩猟と野生植物の採集を、加えて、やっとの生活、そして手作りの、すなわちろくろを使わず、作られた土器などである。 多くの違いも存在する。いくつかの南東ヨーロッパの新石器時代の共同体は3000人から4000人が固く防備された集落で暮らしていたが、例えばギリシアのセスクロ、これに対してイングランドの新石器時代のグループは小さく、推定50から100人に遊牧生活をしていた。新石器時代のヨーロッパの人々の起源、年代、社会組織、生活習慣及び、 思想傾向は歴史資料ではなく考古学から得られたものである。なぜなら、これらの人々は何も資料を残していないからである。1970年代から集団遺伝学が新石器時代のヨーロッパの個体群師に関して南アジアの人々の移住の過程や遺伝的関係を含む独立の他を提供した。さらなる独立した道具である言語学、とりわけ、 インドヨーロッパ語族の和舎と新石器時代の人々との関係についての理論が早期のヨーロッパ言語の仮想的な再建に貢献した。多くの考古学者は新石器時代の人々は西南アジアからヨーロッパへと拡大していき、インドヨーロッパ語の和舎の導入と同時に中石器時代の文化にとって変わったと信じている。一方、多くの言語学者は インドヨーロッパ語族が取り込まれたのは続いて起きた青銅器時代の間であるという説を好む。考古学者たちは氷河期の終わりに西南アジアのレバント地域で初めて食料生産社会が出現し、紀元前8000年期に地域的に独特な多数の文化へ発展したと信じている。エーゲンの食料生産社会の遺跡は放射性炭素でクノッソス、フランキティ洞窟、び テッソリアの多数の大陸の遺跡は、年代がおよそ紀元前6,500年であると測定された。そのすぐ後、新石器時代のグループがバルカンと南中央ヨーロッパに現れた。南東ヨーロッパ、バルカン、イタリア、およびエーゲの新石器時代の文化は、西南アジアやアナトリア、例えばチャタルヒュークのグループとある程度の連続性を示している。 現在の証拠は新石器時代の物質的文化が西アナトリアを経由してヨーロッパに伝わり、そして北アフリカや国会の草原地帯の文化との類似点はヨーロッパからの電波によるものであることを示している。ヨーロッパにある新石器時代の遺跡はすべて陶器を含んでおり、西南アジアで家畜化された動植物を含んでいる一粒小麦、二粒小麦、大麦、 デンズ豆、豚、ヤギ、羊、そして牛である。遺伝的データは新石器時代のヨーロッパで独立に、家畜化が行われた動物は存在せず、家畜化された動物はすべてもともと西南アジアで、家畜化された子を示唆している。西南アジアに由来しない、唯一の栽培化は、東アジアで栽培化された機微であった。考古学者は新石器時代早期の文化は、 中石器時代晩期と新石器時代晩期のどちらと比べても比較的均質であったという説に賛同しているようである。エーゲからブリーテンまでのヨーロッパを渡る電波には約2500年、紀元前6500年、紀元前4000年を要した。バルト地域への浸透は多少遅れた紀元前3500年頃であり、ハンガリー平原への移住にも遅れがあった。 新石器時代が肥沃な中石平野のある一角から別の一角へと山岳地帯を迂回して発達したように一般論として入植は飛び飛びのパターンを示す。放射性炭素年代測定による解析は中石器時代と新石器時代の集団は1000年程度ヨーロッパの多くの部分特にイベリア半島と大西洋岸沿いで並んで共存していたことを明確に示している。 マリア・ギンブタスはこれら新石器時代の文化を、古ヨーロッパと呼んだ。彼女の枠組みで研究している、考古学者と民族史学者は、インドヨーロッパ語族の和者は、青銅器時代初期に入植した子を示している証拠を、アンゲル・クルガン仮説、球場アンフォラ文化。こういうわけで、多くの学者は、用語、新石器時代、古ヨーロッパ、及び前インドヨーロッパを、同義語であると見なす。 旧城アンフォラ文化や、そこから派生する諸文化及びヤムナ文化や、その派生諸文化から、本格的なインドヨーロッパ語族の話し手の大規模、侵入経路は、ウクライナのステップ地帯、ポントススップと推定される。考古学的には膨大な証拠によりこの流れが裏付けられ、ヨーロッパ全体の地形上の合理性も伴って、 ダイナミックな発展形態が説明されており、広く認められている。遺説として、ピーター・ベルウッドと、コーリン・レンフリューは、主要なご族は新石器革命と関連する、可能性が高いという仮説を発展させた。彼らの推論は、まず、新石器時代の道具の普及は、文化電波より後輩に伴う電波を通して起きた、可能性が高く、第二に、 家畜化された動植物に頼った低住民の集団は遊牧の狩猟採集集団よりはるかに苦成長したというものである。したがって、起源地域に住む人々は成長と拡大を重ね、彼らの言語をもたらした。ベルウッドの研究は考古学的、言語学的、及び遺伝学的成果を結びつけ、オーストロネシアやインドヨーロッパのような大規模で広範囲に及ぶ、語族は、 農業の最初の採用者と関係があるという事例にしている。ベルウッドはインドヨーロッパ、アフロアジア、及びエラモイコールドラビナ五族はすべて北レバントの起源地域から分散したものであり、それらはすべて共通の祖先から枝分かれしたことをそその化するという説を主張し続けている。ベルウッドが関連づけている祖先はノストラティック第五族である。レンフリューイコールベルウッド仮説は 新石器時代の広がりが単純な新石器時代の文化の際よりもむしろ大幅な人口の入れ替えを伴う移住に似ているとみなし、新石器時代の広がりを調べるための遺伝的な証拠を得ることが可能であると主張する。そして確かに、レンフリューイコールベルウッド仮説は、世界の住民の遺伝距離を血液型のようなのような古典的常染色体形質に基づき調査した。 遺伝学者の研究成果と合致していると主張する学者もい。これらの著者はヨーロッパの人口集団における遺伝的変化の最も顕著なパターンはアナトリアを最高レベル大陸の北辺と山岳地帯を最低レベルとした勾配を成しているとする。彼らはこの勾配を新石器時代のアナトリアからの入植の道中に遺伝的混合を伴い新石器時代が 極東ヨーロッパに到達する時までに、元のアナトリアの遺伝子プールが大きく薄められた、結果で、あと解釈し、考古学的証拠は存在しないものの、考古学者の多くが支持する、クルガン仮説で推定される、ウクライナという説と、真っ向から対立する。最初期の原生人類、ホモ・サピエンス、がヨーロッパへ入ったのはおそらく5万年ほど前。 長い間表記の特に気候が穏やかなヨーロッパが比較的温暖で食料が豊富だった時期の間である。南フランスにあるラスコーの洞窟壁画のような世界最古の芸術作品のいくつかはこの移住からほどない時期であると年代測定可能である。ネアンデルタール人はすでに約15万年もそこにいたと考えられているがおそらく寒冷期に現代人との争いに敗れ、 約三万千に絶滅したようである。どの程度まで現代人がネアンデルタール人と異種交配していたのかはもし少しでもしていたなら未だ議論の余地がある。最後の表記にヨーロッパははるかに寒冷で厳しい環境となり北部の大部分は高梁たる氷河に覆われた。氷河が交代し始めたおよそ二万年前人類は再び北方へ移住した。この人口集団は 紀元前7000年、非中石器時代のヨーロッパで新石器時代の文化が、かつてアナトリアからヨーロッパに入り始めた時に、あるがままの状態であった。もし新石器時代のヨーロッパへの移民が、本当に、インドヨーロッパ語族であったなら、非インドヨーロッパ語族を話す人々は明らかに、中石器時代の生き残りの候補である。ピレネー山脈のバスク人が最も強力な事例を提示している。 なぜならば彼らの言語は世界の他のどの言語とも関係なく、バスクの人々には類のない遺伝的特徴があるからである。北東ヨーロッパのウラル語族を話す人々、例えばフィン人が中石器時代の人々の生き残りであることも示唆されている。その他の現在のヨーロッパの非インドヨーロッパ語族、トルコ語、マルタ語、及びマジャール語は歴史時代に伝来した。 いくつかの絶滅したヨーロッパの言語は非インドヨーロッパ語族であると思われる。例えば、エトルリア語がこれらが中石器時代の生き残りであるのかそれ以後の移住の結果であるのかは不明である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。